どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。ナッツです。本日は、マインクラフトダンジョンズの動画になるんですけども、今日は、以前のアップデートで新しく追加された、かなり強力なユニーク武器の性能や入手方法を簡単にご紹介させていただきます。その前に、おそらくなんですけども、ご覧いただいているゲーム画面の上下左右に少し黒帯のようなものが入ってしまっているかと思うんですけども、ちょっと見づらい部分がありましたら申し訳ないんですけどもご了承ください。それでは早速なんですけども本日ご紹介させていただきます武器はこちら恐怖のバトルスタッフというものになります。新しく追加されたユニーク武器になるかと思うんですけどもこれがかなり強力な武器になっております。それでは入手場所なんですけどもこちら地下寺院から入手することができる武器になっております。実装からまだ間もない状態になりますので、はっきりとしたことは言えないんですけども、おそらくなんですが、入手できるステージはこちらのステージのみになるかと思います。そして難易度もまだはっきりとは言えないんですけども、おそらく全ての難易度から入手できると思います。自分の場合ですと難易度はアポカリプスの黒っぽい青っぽいような色のチェストから入手できました。恐怖のバトルスタッフの効果なんですけども、倒したモブを爆発させるというものとスタイリッシュなコンボという効果がついております。倒したモブを爆発させるというものはエンチャントの爆発と同じものになるかと思います。それではこちらの武器の性能になるんですけども、まず攻撃力なんですが、こちらの武器はコンボ系の武器になりますので、繰り出す攻撃によって与えるダメージが多少変わってくるものになるんですけども結構そのダメージの振り幅みたいなものが広い武器になっている印象です。自分の持っているものの場合ですと近接武器のダメージが1816から5587になっております。なので攻撃によって与えるダメージは変わってくる武器にはなるんですけども平均するとかなり高めの火力になると思います。そして攻撃速度なんですが結構早めだと思います。なんて言うんでしょう、印象としましてはこれだけ攻撃速度が速いのに、一発一発こんなにダメージ出るのっていうような印象ですね。そして攻撃範囲なんですけども平均すると普通くらいまたはやや広めくらいになるかと思います。というのもですね、こちらの武器はコンボの中で攻撃によって多少攻撃範囲に差があるようです。ちょっとこちらの映像をご覧ください。このように至近距離の場合はもちろん全ての攻撃がヒットします。ここからが少し変わったような部分になるんですけども、このように少し距離を空けるとヒットする攻撃、そしてヒットしない攻撃が出てきます。まあおそらくリーチが長めのモーション、そしてリーチが短めのモーションというような違いだと思うんですけども、このように結構攻撃によって攻撃範囲が変わってくる武器になります。なので攻撃範囲としましてはおそらく平均すると普通くらいになるかと思います。ちょっとこの武器の強さを伝えるのがなかなか難しいんですけども、大体の場合は攻撃速度が速い武器って攻撃力は少し控えめなものが多いと思うんですけども、こちらの武器は攻撃速度が速く平均すると攻撃力もかなり高めのものになるかと思いますので相当強い武器だと思います。まあ与える攻撃によってダメージにばらつきはあるんですけどもそれでも結構平均値は高めだと思いますね。そしてこちらの武器についている効果の爆発なんですけどもこちらも火力の後押しになるかと思いますのでかなり強力ですね。それでは個人的な意見ではあるんですけども恐怖のバトルスタッフにおすすめのエンチャントをご紹介させていただきます。クリティカルヒット、エイリー、追い打ち、輝きなどがおすすめになります。お好みの部分ではあると思うんですけども弱体化や凍結、スタンや毒の霧なども有効かもしれません。旋風や衝撃波などももちろん強力なエンチャントなんですけどもこちらの武器は単発攻撃ではなくコンボ系の武器になりますのでどちらかというとエイリやクリティカルヒットなどの方が相性がいいような気がします。攻撃速度が速めの武器になりますのでクリティカルヒットや輝き、追い打ちなどは個人的に特におすすめになります。はい、ということで本日はかなり強力な新ユニーク武器恐怖のバトルスタッフという武器の性能や入手方法をご紹介させていただきました。
いかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。概要欄にツイッターもありますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた、バイバーイ。